と皆さん、これ知ってますかね、この、日テレ債券、債券ですね、日テレ債券株回収っていう会社があるんですけども、これはですね、私あの、そうですね、NEC キャピタルソリューションという会社がですね、コピーキャノンのプリンターをですね、50回払いぐらいかな、だからそういうローン組んだんですよね。コピー機を50回じゃなくて、本当はあのインターネットのホームページを作ってもらった時の、その時の代金なんですけども、元金が49万円なんですね。月々1万円だから50回払いですね。だいたい4年間ぐらい。なのにですね、2005年ですけども、損害金が45万円、合計が95万円ですね。95万円に膨れ上がってるんですよね。それで、まあ、なぜこういうことが起きたかということなんですけども、まあ、インターネットサイトを作ってる会社が途中で倒産したんですね。倒産したので、まあ、そのこちらはそのローンを払ってるのをストップしたわけですね。まあ、実際その、倒産した会社の後を引き継ぐ会社はできたんですけど もうその会社とはもう、まあ、取引したくなかったので、もうそこで辞めたんですね。そうすると、まあ、ローンは残ってる状態で半分ぐらい払ったんですけども、あと半分ぐらい残った状態でストップしたと。そこから、こういう日テレ債券ですね、会社なんかがこの、まあ、おそらくその NEC のキャピタルソリューションという会社がこの、日テレなんとかっていう会社に、債券を売り渡した。そこからまたこう債券を回収ということでうちの方に来たと。まあ、それはもう無視してるんですけども、まあ、そのうちまたこれが大きな問題にならないかなというふうに心配はあるんですけども、僕がぜひこう困ってる問題はですね、カードですね。カードがね、これがねダメなんですよ。カードがね作れないんですよ。だからなんとかこれしたいんですけども、それで YouTube を見たところ、なんとその内容証明を送ったりとかして、これをなんとかこう回収する、事項ですね、成立、させてですね、なんとかこうこれを乗り切ろうというふうに思ってます。今度の動画はそういうことの、どういうふうにしてやっていくかということを上げていきますので、ぜひともご覧ください。以上です。